中学受験のリスタート、高橋です。今日は2014年、四天王寺中学の問題です。この斜線部分の面積の和が小さい円の面積の何倍ですかっていう問題だ。じゃあ、解説するよ。さあ、この図形、この重なった部分が正六角形になっています。正六角形が出てくると、そう、こうやって小さな正三角形に分けるっていうのが定番だよね。そうすると、この下にできた正三角形と、この上にある正三角形は同じ正三角形になってるっていうことだ。ということは、これ高さが等しくなるわけだから、この小さな正三角形の高さ一つ分が小さい円の半径。大きな円の半径は、この高さ二つ分っていうことになってるよね。つまり、半径を比べると、1対2になってるわけだ。今考えるのは面積です。小さな円と大きな円を比べると、半径が2倍違うわけだから、面積は4倍違うことになります。つまり、小さい円の面積を1とすると、大きな円の面積は4っていうことになるわけ。さあ、じゃあこの斜線部分なんだけど、よく見てみると、ぐるーんちょって写すと、この赤く塗ったとこと斜線部分って面積一緒だよね。つまりこの斜線部分っていうのは、大円から小円を引いたものの半分に当たるっていうことです。式にするとこういうこと。大円の面積が4、小円の面積が1です。そうするとこのドーナツの部分の面積は3に当たります。その半分が斜線だから、答えは小円の 1.5 倍っていうことになるわけだ。今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。